ただきます。いただきます。おじさんで、うん、広め一番乾杯。ケイチです。今回はこれから高知に行きます。あのカツを食べていきたいということで、私のわがままについてきてもらいます。旬ですからね。旬、そうそう、カツオって春ガツオと戻りガツオあって、戻りガツオは9月、もう今ぐらい、うん、だからもうちょっと、9月後半なんだけども、まあ、食べていきたいと。行きましょう。大阪出発で車で行きますのんびりね、ドライブしながら、まあ、のんびり。あの広め市場っていうところあるね。あ、有名な。その広め市場でカツオを当てに飲もうかなっていういいですね、まあ動画になるかと思います。で、向こう行く道中ちょっとサービスエリアとか、あの途中で寄って、で車で向かうという、うん、まあ、その道中もあの残していけたらいいなと思っております。ちょっとあの長い動画になるかと思うんですけど、楽しんでいきましょう。ではレッツゴー、はい、ただいまの時刻10時46分になります。で、先ほど給油したんでガソリン満タンになります。だからこのメーターの方も0キロです。向こう行ってだいたい140キロぐらいだと思うんですね。で、ガソリンが半分使い切るかどうかっていう感じです。なんか台風というか大雨らしいんですよね。前回家族で行った時も、あの嵐の時に行ったよね。ゲリラ豪雨やったよね。だいぶ目の前がなんか雨降ってる感じやね。山の方。第1回目のサービスエリア、京橋に間もなく着きます。肉まんが前食べて美味しかったんで、それを食べようと思います。京橋パーキングエリア。京橋ってものすごく混むよね。混むね。出口がちょっとね。そうやな、ここ左やね。ここ左行きます。ただいまの時間11時45分になります。走った距離は60キロと。京橋のパーキングエリアは3階と1階とあります。で、1階の方にこの肉まんが売っております。あそこやな。これ神戸の南京町のイメージですよね。はい、こちらです。肉まん360円。じゃあ肉まんいただきます。うん、豆からこだわる引き立てコーヒー。豚まんの後はこのアイスコーヒーで締めて、次の目的地淡路サービスエリアへ向かう。来ました、明石海峡大橋です。普段見るような景色がないから、見たら迫力あるよね。白波が立ってます風すごいよ。今からあの観覧車のところに向かいます。しゃー、来ましたね。久々やな、この久々。淡路ハイウェイオアシス着きました。ただいまの時間0時32分です。走行距離は 88.5km と。で、平均燃費は果たしてどれぐらい、12.3 と。まあ悪く、いや、よくないかな。よく高速乗ってもこれぐらいだったら普通でしょうかね。おお、ハンバーグの自動販売機ありますね。3000円のお肉が当たるガチャがあります。玉ねぎスープ来ました。トトタマスティックと玉ねぎスープになります。ではいただきます。うわ、玉ねぎ、すごい玉ねぎの風味する。あ、これも玉ねぎ。ちょっと玉ねぎスープにつけていただく。うわー、すごい広いもう景色広い。なんか私目悪いんですけど、こういうトークを見てたら目が良くなるってよく親から言われました。なんか気持ちよくなるっていうかね。先ほど通ってきた明石海峡大橋ですね。デザート、塩ソフトクリームとあんこです。うん、めっちゃ塩。ただいまの時間1時10分になります。これから高知に向けて行きます。安全運転で行きます。お願いします、徳島に入りました。神板に着きました。ただいまの時間2時16分に
になりました。走行距離は 181.6 キロ。初めてやね、ここ。あ、阿波踊りありますね。どう？こう鳴門金時サービスエリアでこれ売ってるってもう珍しい、ね、それだけ名物なんですよね。森さんの鳴門金時素揚げ390円、これ買いましょう。8番来ました。いや、ね、うまそう、めっちゃいい匂いします。うん、あ、甘いんだけど結構塩かかってるからちょうどいいバランス。うん、パリッパリに揚げられてるよね、うんうん、すごい癖にある。大阪からずっと来てここでこうブーッと来てこう来たんですね。こう来てこう来て、今淡路通ってからで徳島に来て、まあ、ここにいてます。こう行ってこうこう行って高知、ここです。はい、ただいまの時間2時38分です。高知に向けてスタート。はい、ただいまの時間3時17分になります。吉野のサービスエリアですかね、こちら。走行距離は 235.5 キロ、平均燃費は 12.5。 ちょっと先より良くなりました。あ、綺麗で、これが吉野川。おー綺麗、めっちゃ綺麗。あ、メニューはこのような感じです。もうちょっとお腹いっぱいになってきたんで、だからあの今回こちらの吉野川では食べませんけども、よかったらあの参考にどうぞ。はい、ただいまの時間3時25分になります。こちら吉野川のサービスエリアは温泉のところもあるみたいで、皆さん温泉入ってる方いらっしゃいましたね。まあ、今回もこのまま高知に向かいますけども、まあ、いつか来た時温泉立ち寄れたら立ち寄りたいなと思います。はい、ただいまの時間4時4分になります。とうとう高知県入りました。立川パーキングエリアに着きました。サービスエリア、パーキングエリア大好きな母ちゃんはすでにお土産物を買っております。ところどころ泊まるって大事ですよ。背伸びしてね、地の匂い香りを嗅ぐっていうか、全然違うんですよ、降りるところによって。やっぱこうやって森林もすごいいいですし、分担ソフトいいやん。分担ソフトだ、ね、おじさんやで、めっちゃさっぱり、うん、こっちは当然やけどめっちゃみかん酸っぱザミカン。目的地まで 38.7 キロ、4時49分に着くということですね。このままホテルチェックインして、で広め市場に行きます。残り 1.5 キロ。今回泊まるホテルは高知の駅から近いと、なので、まあ、とりあえず高知駅に向かってるという流れです。いや、でもサービスエリアで結構食べてからちまちま食べたから、つまみとしてカツをねいっぱい食べたいなと思ってます。思ってます。高知駅着きました。いや、電車見て、電車バイキンマン。時刻は4時55分になります。最終的な距離を見ると326キロ。水曜に鯉いてました。素敵ですよね珍しいよな、川。さっきのところに大きい鯉がいてるって。あとヤシの木高ない広め市場まで歩いて向かってます。ホテルからおよそ11分12分ぐらいです。美味しそう、めっちゃいいよ龍馬。美味しそうな居酒屋がいっぱいあるね。これ土佐犬じゃん。あ、土佐犬や。広め市場、あ、こっちこっちか。あ、こっちや広め市場。来ました、広め市場。おお、高知に乾杯。どう、美味しい。うわ、来ました、せんべろセットになります。乾杯。うん、美味しい。乾杯。うわ、うわ、ごちそうさまでした。美味しくいただきました。一番だったたき食べれたからよかった。ほんまやね。もちろんなんだけど、まあ、カツオのたたきとうつぼよかったよね。あ、いや、もう目移りめっちゃ目移りする、これから毎日屋大通り店ということで行きます。さっきの広め市場から徒歩2分ということで、ここで晩酌買って帰ります。広め市場、こっから入るんだね。なるほど、こちらが正面玄関と思います。
で、正面玄関はこのようにこのアーケードから入れるんで最高じゃないですか。この広め市場の正面玄関とこちら毎日屋っていうのはもう近くにあります。ありました、これ生きてますよね。これが似た貝になります。もう初めて聞きましたね。カツオは売り切れ者、まあそうですね、先ほど飲んだクレになります。で、ダバダ、これは栗焼酎になります。これじゃん、ジャコカツなかなかないよね。じゃあ、はい、ここに行きましょうか、ね、はい、このイワシの柔らかに、これ、夏系これお願いします。クジラですよ、クジラ、かわいい。あ、母ちゃん、これどうよ、これ土佐市場、わら焼きしてますね。こちらもカツオ、表にバンバン出てます。カツオがうまい。ホテル帰りました。これからホテル晩酌さらっとします。まずはこの土佐ずる、くわー、いただきます。あのお箸がなくてスーツケースにお箸があって、いや母ちゃんが用意してくれてたっていうか、いつ何時に何か必要だろうっていうお箸。さっきちょっとこれイワシ食べていい？どうぞ。イワシいただきます。うわ、めっちゃ柔らかいで、うん、うん、あー土佐ずるうまっ。じゃこ天、うん、すごいじゃこのジャリジャリ感がします。そんな結構じゃこが入ってるという証拠ですよね。じゃこ天やからね。いや、その通りよ。この後ちょっとあのその後ゆっくりと飲んで、明日はね、高知城とあと四万十川とかあの高知のいろいろ巡って堪能したいと思っております。今回の動画は大阪から高知に来て広め市場のはしご酒させていただきました。いやー、高知最高。大切に思う気持ちをどう伝えればいいかわからないなのままでも、未来は平気でしょうか、後悔はないですか、嘘はありませんかと聞けたらどんなに楽だったでしょうか。